はい、おはようございます。サバンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンコツにぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをやっていきましょう。よろしくお願いします。仕事終わりの風呂上がりです。人ボコボコです。やばい。さあ、元気出してね、コメント紹介からいきましょう。神コメントは肉丸さんです。この日のコメント、スクショ3枚分です。超絶天才、毎日すごい。本当にもう尊敬しております。すごい。肉丸さん、毎日も元気でね、溢れてるんですよ。もうテンション高いっていうか、ノリが最高っていうかね、めちゃくちゃ面白いんですけど、この日のコメント、スクショ3枚目ですね。ウィルキンソンの新作、ウィルキンソン炭酸ファイバーとやらが出てましたと。まだ飲んでないんだけど、オレンジのラベルで食物繊維高配合ということで、5ミニっぽいのかなーってまあ予想してると。リクエストじゃないけどね、そういう新作商品のまあ情報を教えてくれて、このコメントで僕その存在知ったんでね、速攻買いに行きました。今日はね、それぶっ決めていこうと思います。肉丸さん、本当にありがとうございます。さあ、今日飲んでくるのこちらです。買ってきました。ウィルキンソン炭酸ファイバーですね。オレンジのラベルで、まあ、5ミニっぽいっすね。炭酸無果汁でね、無糖なんですけども、栄養成分見たら 100ml あたりエネルギー5キロカロリー入ってるんですよ。カロリーがあるね、ウィルキンソン炭酸結構珍しいんじゃないかなと思うんですが、ここにはですね、1食分の食物繊維が入ってるみたいに今書いてますね。裏見たらですね、食物繊維は消化されにくいため一度に大量に飲むと体質、体調により一時的にお腹が緩くなる場合がありますって書いてますね。そっち系のやつですね。さあ、気になるのはね、まあ、匂いと味ですね。さあ、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。やっぱりテンションありがてえ、ジョッキしか勝たん。いやー、よかった。今日も頑張った。よいしょ。おー、しますね。さあ、たまらんすね、匂いは。うわー、あー、こっち系か。オレンジっぽいような、なんか人参っぽいような、そんな感じの、ね、匂いしますね。さあ、無色透明って感じですかね。泡がパチパチなってますね。さあ、ぶっ決めていきましょうかね。ウィルキンソン炭酸ファイバーいただきます。いってきます。乾杯。耐えた。危ねえ。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。ちょっと痛かったっすね。ちょっと泣きましたね。痛かった。あ、今日のやつ、これも初めて飲んだんですけども、匂いはまあ5ミリとも違うかな。まあこのラベルと名前にね、マッチするような、まあ、匂いだったかなって感じなんですけど、味なんですけど、最初ね、うわ全然味せんなと思ったんですけど、するんすよ。ゼロカロリーのウィルキンソン、結構それはね、匂いが強くて、まあ、味はあんましないって感じですけど、これはね、飲んだ感想ですけど、確かにまあ5キロカロリー分のまあ味がするかなって感じでしたかね。いや、いい経験になりましたね。飲んでよかったっすね。ということで、もしですね、まあ、飲んでみたくなった、気になった方でしたら、ぜひ試してみてください。さあ、最後に時間ください。明日なんですけど、ビールやっていこうと思ってるんですけど、めちゃくちゃ美味しそうなビール見つけて買ってきました。クリクロっていうビールですかね。なんかめちゃくちゃうまそうなんですよ。世界ナンバーワン3冠って書いてて、アルコール9%ですね。これは気になりますね。確か値段結構高かったんですけど、いくらだったかな。これビール1本990円ですね。めっちゃ高いですね。とりあえずね、明日こいつぶっ決めていくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。また明日、バイバイ。やっぱりウィルキンソン刺激強いわ。泣いた。オフライさん。Thank you.